Roller coaster ride, hands up in the sky. Take you on a ride, love to feel the high. We can start again, laughing to the end. Screaming. Hi, everyone. Hi, everyone.今期もまた始まりました。リアルコーディネートチェックです。本当に始まるんだね。びっくりしたんだけど髪とか大丈夫？大丈夫です、はい、今日は、これから打ち合わせが2本、うん、そうだね2本、はい、間に歯医者行ったりしますそんな日のコーディネートを教えてください、はい、なんか本当に昨日までさあったかかったとか暑かったぐらいで、もう何着ていいんだろうっていう感じだったんだけど、ちょっとやっぱり涼しくなってきたのでスニーカーとこのパンツかなを最初に決めたかな。 AP スタジオのライン付きの、ウールのパンツですごい気に入っていて、ファスナーがついているので、なんかこう開けるともうちょっとこうブーツカットになったり。今日ブーツカットの方がいい？あ、そうです ね、じゃあブーツカットでしょうか、はい、こんな感じで少しシルエット変えられるパンツで、このサイドのラインが今年またさアディダスのジャージとかも流行ってるじゃない、うん、そういうイメージで、まあ、いいかなと。でこのパンツとスニーカーからというのは、なんか結構時間がないんだよね今日ね。そうですね、バタバタするので走れる靴を取って、ここから決めました。で、最初実は白い T シャツにこのジャケットでいたんだけど、うん、白い T シャツにこれだと本当にあれみたいな体育の授業みたいな感じになっちゃったので、中をこのアウターとつなげて、アームのオリジナルの大好きなウール 100% 洗えるという、タートルにして、少しこうインナーは影になるように、で、アウターは、ミリタリー調のちょっとこうナポレオンジャケットとか、そういった要素を持つレザーのセリーヌのこれジャケットで、去年か一昨年か買って結構な頻度で着ている、ジャケットを合わせました。でバッグはなんかあえてスニーカーだからやっぱりこうラグジュアリーなバッグがいいなと思って、バーキンを持ってきて、ジュエリーはこのねボタンが結構効いてるので、もうリングぐらいでいいかなと思ってリングだけ、エツコソノベのスペクトラライト、ハムのシグニットリングと、あとはねこれねインドで買ったの、すごい安かったの、かわいいです。馬が彫られてて、ラピスラズリなんだけど、ラピスラズリ×シルバーのあのリングを合わせて、あとオーストラリア のブランドでモードっぽいサングラスが欲しかったので、すごいちょうどいいなと思って、これ多分ね1万円ぐらいじゃないかな、をつけて、今日のコーディネートはそんな感じです。なのでスニーカーでちょっと軽やかに、だけれどもモード感とリッチ感を忘れないようにというコーディネートでした。でさ、さとちゃんさ、私今回から一つ、うん、今日のコーディネートでポイントとなるビューティーアイテムを1個言っていきたいなと思って、はい、大丈夫ですか？はい、ぜひお願いします今日はリップにしようかなと思っていて、うん、まあ、目元が結構隠れるのでリップなんですけど、この大好きなロム&のゼロベルベットティントって言って、結構マットなんだよね、発色がすごく良くて、結構持つのにこう締め付け感がないので大好きなんですけど、ちょっとこう墨っぽい赤なので、手で取ってポン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 ってつけるぐらいでちょうどいいかなと思って、色番はこれです、06ディープソール、はい、はい、ありがとうございます。いってきます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は着こなしサンプルの撮影をしてます。朝からね。はい、朝から今日まだ1個も買ってないね。珍しいですね私だって買えなかったの、確かに5分前だったから。確かにそうでした。今日は、タクシーとか電車とかで移動することが多いんですけど、はい、そんな日のコーディネートを教えてください。はい、これね公開されるの12月だと思うんだけど、11月の末に撮っているわけですが、まだ暑いコートがいらないんだよね、なかなかにやっぱり迷う今年のこのタイミングなので、まずはアウターから決めました。で、これ真冬はね着られない、ちょうど秋晩秋から初冬にかけてがちょうどいいジャケットコートなので、まずこれを選んで、マジソンブルーの豹柄のジャケットコートなんだけど、シャギ感のある素材を使っているので、柄がちょっとじゅわっと溶けるような感じで
あまりこうメリハリがつかないので、なんかヒョウ柄って感じで見えないのがすごく気に入ってます。中に合わせたのはこのヒョウ柄の一番ライトな色、ライトな色にすることによってちょっと印象が柔らかく優しくなるので、ライトな色を選びました。で、下で今日スカートと迷ったんだけど、このパンツシーニのこの間展示会で買ったハイウエストのデニムパンツを選びました。後ろがすごく可愛いです。可愛いです。これは買ってないんです。バッグはこのインナーに合わせてちょっと明るいベージュのアライアの結構長く使っているものと、ブーツはボッシュのブーツです。ちょっと表面に黒は強いなと思ったので、あえて今日は黒を使わずコーディネートをしてます。合わせたネックレスはインドのかけらたち、インドで買ったパーツを自分で組み合わせて作ったネックレスを作ってます。はい、ありがとうございます。おはようございます。今日の予定を教えてください。今日の予定は1日リースですね。はい、リースは今度安藤優子さんのコンテンツが上がるので、それのための、お洋服だったり小物のピックアップ、まあ、セレクトしてピックアップするっていう予定が今日1日あります。あとはちょっと途中ズームの打ち合わせだったりとか入っている、まあ、なんか本当に日常っていう感じ。はい、ありがとうございます。今日のコーディネートはどんなコーディネートですか？はい、今日はね、このピンクの届いたばかりのクルミアロンディスモンとコラボさせていただいたスカートを履きたくて、もうこれから、コーディネートをスタートしました。でちょっとネオンっぽいブルーミーがかった、まあ、フクシアピンクなんて言われるピンクなので、これを主役にするために他は全部ブラックにしてみました。でもね、ブラウンとかとも相性がよくって、ネイビーと掛け合わせるともう少しなんていうのかな、地に足のついたというか、このピンクが地に足がつくので結構いろんな色と相性がいい色かなと思っています。で、ニットは最近ずっと着ているラスパイユのカシミアニットで、ラスパイユってドゥーゼンヌクラスのデザインを務めている門脇さんが起こしたプライベートブランドで、大人の女性のための本当にラグジュアリーで、ある意味シンプルで、そしてどこかになんかこうモード感が香るお洋服が揃っています。実はね、今度もこれラスパイユなんですよ。素敵ですこれ。はい、私さ、さとちゃん実はさ、黒いコートって持ってないのよ。あ、確かに、うん、そうですね。そうなの。だから黒いコート欲しいなと思ってて、ただね、黒いコートってちょっとこう、なんだろう、強く見えちゃったりもするから、このシャギー感がすごくいいなと思って今年おろしたものになります。で、お靴が最近買ったものの中で一番私がコスパが高いなと思ったもので、バナナリパブリックのアッパーの部分はリアルレザーで、このコバがキャメルのところが本当に使いやすいなと思って、ファスナーがないストンとしたタイプのブーツを合わせています。長さはどれくらいなんですか？長さここまである。ああ、そうなんですね。うん、かわいいです。デニムインしたりとか、あとレザーのレギンスインしたりとか、冬中使おうかなと思います。はい。で、今日の美容アイテムは、はい、そうだそうだ。はい。なんか今日はさ、黒かけるピンクって結構、まあ、ある意味メリハリのある強い色じゃない？なので、メイクどうしようかなと思って、もともとあんまりラインとか引かないんだけど、ラインとかは引かず、マスカラだけ。で、目元を締めました。感力があって、漆黒黒っていうよりも本当に深い黒なので、目元をグッと締めてくれるかなと思ってこれにしています。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。今日の毎日ありがとうございます。奥様ありがとうございます。毎日今日の予定は、はい、朝一打ち合わせで、その後リースで、実は朝ちょっと撮影とかもしてたんだけど、展示会行ったりとか、そんな感じの一日です。はい、はい、今日は移動が多いんですね。そうね、移動多いね、うん、件数が多いって感じ。7件ぐらいで行くっていう感じだね。そんな日のコーディネートはどんなコーディネートですか？はい、ちょっと寒くなってきて、すっごい暑いコートっていう感じでもないのかなっていうところだったので、中綿が入ってるこのシーニュのふっくら袖の、イギリスでもずっと着てたやつ、これが一番いいかなと思って、アウターから考えました。で、これやっぱりね、色はベーシックなんだけれども、フォルムがすごくコンシャスでモード色が強いものなので、中は本当にシンプルな背景になる、ネイビーのタートルネックとかで、下はですね、すごい最近気に入って着ている、色違いで買おうかなと思っているドゥーゼンヌクラスのサイドラインのパンツを合わせています。ちょっと甘いデザインと少しスポーティーな
デザインを合わせて自分らしくあのテイストをミックスさせている感じです。もともとベーシックが好きだし、あのトラットもすごく好きだったりもするんだけど、なんか自分の中でやっぱり年齢を重ねてスピード感だったりとかモードっていうものもプラスしていくと、今まで使っていたシンプルなニットとかそういったものが逆にすごく生き生きしてくるなっていうのを実感していて、あのなのでコーディネートの中でモード感を取り入れるときは必ず多くて2つまでっていうふうに決めています。例えば、このシームのジャケットだったりとか、サイドラインのパンツもうこれで2個終わったので、あとはあのシンプルでオーセンティックでずっと使ってるものをあの合わせるようにはしています。今日の美容アイテムは、はい、はい、今日の美容アイテムはですね、まあ、もちろんリップもしてるしいろいろしてるんだけど、あのこのピアス、このピアスあのキウナのもので、あの片耳ずつなんだけど、髪の毛の分けが今日の癖の具合でこういう風になってるから、こっちだけなんかあの光を足してもいいかなと思って、あの逆にこっちはもう何もなくシンプルで空いてる方にこのキウナのピアスを足しました。まあ、ピアスもね、もちろんあのジュエリーでファッションのアイテムではあるけれども、顔色を明るく見せてくれたりとか、スイングさせてここにちょっとこう揺れる空気を足してくれたりするので、まあ、私の中ではあの物によってはねビューティーアイテムなので、こちらを今日はご紹介したいなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。行ってきます。はい、お疲れ様です。お疲れ様。今日は撮影でした。はい、朝早かったね今日ね。そうですね、うん、私5時起きだったでこの後打ち合わせがありまして、うん、はい、この日のコーディネートを教えてください。はい、ちょっと気温が読めなくて、なんか天気も読めなかったから、重めなアウターっていうよりはジレぐらいでいいかなと思ってジレにしたのと、あとはなんか今日は気分的にデニムを履きたかったので今年の秋買った、アップハイツのザ・ケリーを履いてきました。でザ・ケリーはあのストレートラインでちょっとヴィンテージっぽいあのシルエットで、かつ、少し長めなので、まあ、私今ヒールを合わせてもワンタックあるぐらいな感じで履くのがなんか今っぽいかなと思ってザ・ケリーを中心にコーディネートをしてきました。でニットはマークの、タートルとともに週に1回か2回は必ず着るマジソンブルーのリブのニットと、あとはあのサヤカデイビスのちょっとシャギー感のあるジレで、ジレって本当にあのスタイルアップ効果が高いのと、カーディガン以上ジャケット未満みたいな、あのきちんと感とリラクシー感両方もあるっていうので、あのどんな場面でも活躍してくれるからすごい好きです。でデニムはジャケットでしょ。で靴はね、これねニューヨークで買ったトーテムのブーツになります。ヒールの高さがちょうど良くて履きやすいんだけど履く時だけ難しいっていうブーツと、あとはインドでパーツを自分で集めてきたネックレス、これね結構最近つけている。そしてちょっと寒いかなと思ったので、エルメスのシルクカシミヤで、まあ、今日こういうジレの時はそう巻いてもいいんだけれど、最近はもう首の後ろでどんどん結んじゃう、なんか結んじゃうみたいな逆にぐしゃぐしゃがいい、前持ってきてまた結んでもいいとかっていう、もう布ならではの自由さを楽しむようにしています。あとはなんか最近持ってるな、パソコン持ちよく歩くことが多いからエルメスのバーキンです。はい、今日のメイクのポイントは、あのそうだ、はい、メイクのポイントはですね、じゃん高みのリップクリーム、あんまりこう色をバーンってっていうよりは少しニュートラルな色でツヤツヤにしたいなと思ったので、この高みのリップクリーム、これ本当に潤う、私あらゆるリップクリームを試したけど冬でもこれさえあれば大丈夫、ちょっと高いんだけど、まあ、あの唇がカサカサよりはいいじゃんっていうところで、これを今日のポイントとさせていただきます。ありがとうございます。ありがとう。お疲れ様です。ここはどこでしょうか。ここはさ、もうさぶちゃん、私たちのさ今年の移動距離たるやないよ。そうですね、今朝はですね、あの、まあ、6時に、まあ、起きる時間はまあいつもと同じならいいんですけど、京都に7時半ぐらいの新幹線でやってきまして、でインスタライブをやって、そしてもう今から帰ります。実はね、このニット私2色買いしたの。あ、そうなんですか。この黒とブラウン、で、タンだけで、タンだけ着ても短すぎなくて、うん、このラグジュアリー感がありながら、今っぽいスピード感があるなと思って、
ので、こちらのニットと、あとは今日シーズンスタイルラボのビーツのスカートを履いています。これ一日履いてきたけどシワにもならず、本当に優秀だなというスカートと、あとお靴はジルサンダルね、このくらいまでしかないから、なんかこう軽やかに履けていいんだよね。そしてポインテッドですっきりしてるんだけど、ヒールがすごく低いから、とても履きやすいというブーツと、あとはアライアのもう10年ぐらい使っているバッグと、ちょっと寒いかなと思ったので、夏にすごい気に入って、ルーゼンクラスで予約して、冬まで待っていたという、このバンダナとウールカシミヤの大判を持ってきたので、まあ、寒かったら三角で、こうバサッと羽織ろうかなと思って、やってみました。はい、入らないと間に合わない。はい、あ、でも奥田さん、あの美容、はい。今日のビューティーアイテムはシャネルのノワールです。で、私、インスタライブとかイベントの時、気持ちを変えるために朝つけてきた、もちろん香水はつけてきてるんだけど、そこに重ねてつけるようにしていて、最近好きなのがこの、ノワールです。でちょっとこうスモーキーだったりとか、フッティーなメンズもレディースもつけられる香水で、これが気に入ってるのでフルボトルで持ってきています。はい、では今日もお疲れ様でした。さとちゃんお疲れ。はい、じゃあね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様、今日大変だったね。そうですね、朝から雨の中、はい、ロケ撮影でしたが、とっても楽しくって、すごい楽しかったね。はい、素敵な映画たくさん撮れたのではないかなと思っておりますが、はい、大好きな安藤優子さんとファッション企画を今日は、私はスタイリストとして入ってますので、今日のコーディネートはもう大雨だったからこ の, アッパーハイツの中綿のジャケットを着てきました。うん、素敵。ね、これ新しいやつ。そう、今年の新作で、この色がすごいいいなと思って、撥水加工されているはず。中に着たのが、色違いで、黒も買ったラスパイユのカシミヤのニット。で、ちょっとね、短い丈なので、ビビオンスのヘインズの T シャツを合わせて、裾をちょっと出して、冬のうち何回履くんだろうっていうぐらいのセオリーのレザーレギンスと、あとはペリーコのフィブラムソールのロングブーツを合わせました。で、傘は、コラボさせてもらったレスポートサップの、鈴木ちゃんも今日これだったよね。そうですね、色違い。黒のトリミングのものにしています。美容アイテム。はい、はい、美容アイテム。そうそう、高濃度水素のゼリータイプになってて、これうちの子供も大好きで、まあ、1日1本か2本水素って活性酸素を除去してくれたりとかってことで、こう疲れにくくなったりとかね、お肌とか髪も変わってくるっていう、これサプリを、はい、今日は持ってきて撮影の合間に飲みました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、皆さん彫金の体験をやって、その後ジュエリーを実際に職人の方からご案内いただけるというものすごい贅沢な会で、私もその見立て会も、一緒にさせていただいたんですけど、風が強くてちょっと寒くってそんな一日だったので、今日はちょっと厚めのニットを着ました。ヘルミュージアムの2枚2色替えしたニットと、あとはもう本当何年履いてるんだろうっていうルーゼムクラスの美脚のデニムパンツと、あとこれは今年買ったトモローランドから出てるラグジュアリーラインで、ダブルフェイス の, このなんかナチュールワインのケープを、これね、なんかねボタン止めるとあと全然表情が変わるんだよね。こんな感じで、はい、これを着てきました。で、バッグはチャコさんのところのグリーンのバッグと、あとはまあ今日、ハムにお伺いしてるのでオールハムで参りました。これはね、もう名品中の名品。あとはこれはシグニットリング、これね、1年にもう何枠しかないぐらい本当に手がかかる子なので、今年はもう多分これが公開される頃には終わってしまっているので、ぜひという方は来年楽しみにお待ちくださいませ。でこれはね、インドで買ったラピスラズリの幸せのブルーホースのリングと、これはね、その自分が作ったハムのリングを小指にしてます。でこれはキウナで、このピアスはマヤが生まれた時だから13年前に買ったグリーンゴールド×ダイヤモンドのピアスで、今日はだからほぼ、まあ、このインド以外はオールハム&キウナで参りました。これが今日のポイントでしょうか。今日 の, メイクアイテム教えていただいてもいいですか。はいはいはい、まあ、メイクアイテムっていうかさ、久しぶりに買ったメイクポーチでフェイラー
なんか意外だよね。はい、意外です。まあ、なんならほら手も拭けちゃうよみたいなタオル地のこのなんか大きさがすごいちょうどよくって、これを今日はご紹介したいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はいお疲れ様でした。今日はどんな日でしたか？スタッフに任せます。今日は充実の一日でした。朝ね、皆さん7時から撮っていただいて、十何時間学びと笑いと涙のある一日でございました。このためにやってるね。はい。すっごい大変だけどね。うん、すっごい大変だけど、やっぱりこのためにやってるなっていうのの確認ですかね。で、私と鈴木ちゃんも今日はですね、アマークオリジナル の, あのタートルを着ております。で、鈴木ちゃんは、はい、アマークオリジナルのジョガードのスカートを着ておりまして、はい、これ、はい、これは、エリオポールの、おー、かわいい、はい、黒のスタンドカラーのショートコートを、オペイクドットプリックとアマークコラボのブーツを、ニットブーツを履いて、はい、今日はちょっとあのスタッフ作業だったので黒でまとめてみました。はい、お迎えする今日は一日なので敬意と感謝を込めたスタイリングにしたんですけど、まあ、とは言ったってあの毎日着ているアマークの、まあ、3枚洗い替えを持っているアマークのオリジナルのタートルネックと、あとはアレキサンダー・マックイーンのスカートですね。アレキサンダー・マックイーンの、右腕だった方が今年デザインチーム、チームデザイナーを降りるというコレクションだったので、それでもう今年は全ての予算をここにつぎ込もうと思って買ったナチュールワン色のスカート、マレクストラ珍しいちょっと、うん、はい、はい、お疲れ様。お疲れ様でした。マジですか。お母さんお疲れ様です。勝手に始めてすいませんお疲れ様お疲れ様です。ともこさんもお疲れ様でした。ともこさんお疲れ様です。2番目です。ともこさん、ともこはインスタもやってなければYouTube チャンネル持っておりませんで、ね、ともこさんね、はい、メイクアップアーティストのともこさん、川村ともこさんです。誰かのインスタに載ってますので見てみてください。今日は撮影終わりですが、はい、今日のコーディネート教えていただいてもいいですか。今日はですね、撮影の日はさ、だいたい髪がさ、ボッサボサで、もう何にもしないで来るもんだから、ニット帽がね、欠かせないって毎回言ってるじゃんっていう。でもこのニット帽が本当に大好きすぎて、ブルネロ口練りのカシミヤなんですけど、これを今日は絶対にかぶってこようと思っていました。で、今日はあのレッドカードとか、アパハイツの撮影だったので、あのじゃあもう着ていってしまおう、履いていってしまおうと、レッドカードの、はい、デニムを履いてきました。最近大好きなレッドカードのマーマレードミッドライズって、あの前からある形ではなくて、センタープレスが入っていて、自分の膝の上で少し絞られていて、ほのかにブーツカットになっているという、まあ、究極の美脚ラインだなと思って、さまざまな素材を私何本も持っていて、夏もしょっちゅう履いているレッドカードのマーマレードミッドライズ、何が違うかっていうと、ここにコッパー色のボタンが2つあるのね。これがちょっとヴィンテージっぽくていいよねっていうのと、このパッチポケットが表に出てるのでヴィンテージ感が可愛くないですかと思ってこれを履いてきました。で、このエコブットンのジャケットはすっごい軽くてあったかいの。これアッパーハイツの新作で、やっぱりこの黒と白のメリハリと、あとはダブルのシルバーボタンっていうのが、あの綺麗めに、着られるかなと思ってこんな感じで着ました。で、お袖が少し降りていて、袖口ここの部分がタックが寄っているので、ちょっとこう自然にこう袖が膨らむ感じ、これがまたあのどんどん中が熱くなってくる、あの冬のアウターとしては優秀だなと思って、こちらを選びました。で、お靴はセルジオロッシの、実はこれミドル丈で、ちょっとこういう風にチュアリングをやってるの。だからスカートの時もすっごい可愛いんだけど、もうとにかく履きやすい、本当にロッシの靴って履きやすいんだけど、ロッシの靴を履いてきました。メイクアイテムも教えていただきたかったです。メイクアイテムは今流行りの粘膜リップ、スープのモイスチャーグレイズリップスティック08でございます。あ
ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。